こんにちは、山本道場の山本誠二です。はい、こんにちは、山本道場のママンです。はい、どうですか、調子は。今日初めて、はい、初めてというか、あの3月から、うん、あの練習を本格的にやりまして、今日なんと初めてパー3に、そうです、ショートコース、パー3コースともいいですね、パー3、はい、ショートコースです、はい、パー54のコースに行ってまいりました。どういう結果だったかというのは、まあ動画を上げてから、はい、ね、にしたいと思います。はい、面白かったんですか。めちゃくちゃ勉強になりました。勉強になりました、はい、ね、本当にこの平らなところで売っていることがいかに幸せかということです、うん、あなたパー3コースですから、はい、ほとんど平らなところです。あ、そかそか、はい、あっていうのは、あの視覚的にも、あ、視覚的にもね、はい、もう何もない、あのピンを狙いさえすればいいっていう、うんうんうん、この素晴らしい練習場の、はいはい、それが終わって撮ってますから今ね、これをね。そうなんです。もう成績はどんなもんか、実は今回ちょっとコメントでもね言ってもらってたんで、もう家族で回ってきました。はい、ね、で私はもう樹と千里と勝負ね、はい、ママンはもうどんなスコアになるかねいうもので、ちょっとやってみましたけれども、はい、まあこれはもう爆笑&爆笑のね、爆笑はなかったでしょ。いや多分あると思うんですけどね、はい、まあちょっとこれ頑張って、しっかり編集したいと思いますので、まあこうご期待ということで。さあ、はい、このあのスケートからめちゃくちゃ良くなったんで、はい、今日もびっくりするようなちょっとボールが出てたんで、今日ちょっともうやってみましょう。はい、そのままの流れで、はい、パンパンパーンとポンポンポンとね。もうこのような球でした。だいぶ偉そうなことを言うようになりましたね。いや、もうこのような球でした。おい。はい。安定してますよ。はい、これはダメです。これダメですけど、はい、全然そのまっすぐ飛んでるし、コースにいたらダメなんです。あんなあんなのはね、ちょっともうコース OB 杭のね、まあ、間際にあるんですよ。まあまあ、あんたはパー3ですからね、あんな打ったらもう超えて OB ですけど、超えて OB ですよ、はい、そんなの。いいですよ。じゃあ次、はい、7番いきましょう。あ、いきますか、うん、うまく打てなかったんですよね、さっきね。これでもほんまに、ね、長くなっても同じことやりたいわけですよ。125ヤードを7番でした、うん、今日すごいね。そういう目安ができて今日は良かったと思います、うん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 、7番ちょっと短いぐらいでした。うまいよ。これは出ませんでしたね。急にほんまにあのこうスライドボードから急に開眼しましたね。あのこれですよ。本当です ね、 ね、ほんま、なんかね、あの気をつけないといけないことがね、もうそういう体の動作なのでね。いいこと言いました、はい、そうでしたよね、はい、もうこんなこんなじゃないですもんね、クラブじゃないですもん、ね、クラブじゃなくて、うん、もう体をどう使うかっていうことだけですので、うん、もうゴルフスイングしてません、はい、言い切ります、ね、はい、それだけ偉そうなことを言った後、はい、これ皆さん注目してますよ、はい、いや、よっぽどゴルフスイングの方が簡単じゃないかなと思ったりする時もあるんですよ。あるんですけど、はいはい、こうやったら当たります。さあどうぞ。いますよ。まあでもまあまあこれはありです。いや、
こういうのを見ても昔より成長しました。あ、絶対こっちでした。あっちですね。今のも皆さんちょっともう分かってると思うんですけど、やっぱり自分でこう調子乗って盛ると、はい、自分は騙せませんよね。騙せませんね。やっぱ考えてしまう。ちょっと英単はうちに行って、はいはい、ちょっとダフりますよね。本当にね。いや、もう安定して全然おもろないぐらいです。でもね、あの確認しやすかったです、うん、あのあかんのはこうなってるからやとか、うん、あのやっぱりあかんって言われることをやるとあかんのですよ。あかんのです。はい、うん、それは分かりました、うん、今日で。あかんことをしないように気をつけたらいいんかなと思いました。わお、あかんことしませんでした今。じゃあちょっと、はい、私ちょっとほんまに、ちょっと練習を見てびっくりしてるんですけど、はい、ちょっと5番ウッド、5番ウッド、うん、パンパン当たってましたよこの間。あのね、人間って調子あるんですよ、その日の調子が。今日言っていいですか、これもあのパー3の帰りなんでね。あ、ちょっと言い訳入ってますね。いや、なんかね、やっぱあの時すっごい集中してました。あー、パー3遅いもん、プレーが本番。あー、こんなにプレーが球とよう喋るもんね。こう一つになれるかぐらいの、うん、集中、人の声も聞こえない、うん、めっちゃ聞こえてましたけどね。あ、ほらね。いや、だって次は本番、ほら本コースですもん。本コースね、本コースは使えますよね、うん、だいたいどれぐらいなんですかね。150ヤードぐらいかな、うん、150ヤードぐらい。もう足もう足って。何や、今の音よ。見本悪い見本でしたね。いや、でもドライバーはバラつきやったけど、これうまいこと売ってたもんね、はい、おお。よし、ドライバー行こう。おお、ドライバーがいいな。足やね。足でした。やっぱりボールに左右されてる。ボールの位置はもうどこでもいいから、どこでもいいというか、ボールの位置は関係ない。ボールに対して何かやってるわけで、自分のやらなきゃ体の動きだけ。うん、さあ最後に大上でいけるか。はい、そんなにプレッシャーがかかってもやることが、タイミングが合ってればいけるはず。これ久しぶりに。オーノー、ちょっとオーンって。池です、池。恐れていた。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お